実はこうして人前でお二人でお話しされるの確か初めてなんですよね。そうですよね。ラジオに呼んでいただいたりですね。そうですね、うん、今日実はこのイベントのために秋元さんには風立ちぬとかぐや姫ご覧になっていただいてるんです。はい、ありがとうございます。もう素晴らしいですよね。当たり前ですけど、まあ、普段こういう場にそもそも秋元さんが登場されるっても相当レアだと思うんですけども、どうでしたご覧になってみて。やっぱり一番はその思いが伝わってきますよね。つまり僕なんかはどうしてもずっとテレビという仕事をしてきたんで、どうしてもこの最大公約数というか子供からお年寄りまで楽しめるものという、まず それを考えちゃうんですね。ですからこういう表現はこれは伝わるだろうかとか、例えば作詞家としても言葉をこういう言葉を使った時にこれはどれぐらいこう、分かるだろうかとか、例えばフライングゲットっていう言葉をこれでタイトルいこうかなと思った時に、フライングゲット、フラゲフラゲっていうのはどれぐらいの方がご存知なんだろうってことを一瞬でも考えちゃうんですけど、やっぱりもう心が洗われるかのようにこの2作品はやっぱり監督の、もちろんオーディエンスを考えていらっしゃるのかもしれないけど、やっぱりまずその監督からのメッセージというかね、そこがシンプルで、それはすごいなと思いましたよね。ありがとうございます。実を言うとかぐや姫っていう作品は、まあ、スケジュールっていうことにおいてはね8年かかりましたんでねだからさっき出てきたその西村っていうのがね、僕が彼にね、お前ちょっとやってみないかって言って、というのは高橋さんっていうのがね、なんて言うんだろう、24時間一緒に付き合う人としかやらない人なんですよ。そうすると僕は一方に、まあ、いろんなもの抱えてるんでね、まあ、若い時は高橋さんとそうやってやってきたんですけれどね、まあ、それが難しいっていうんで、まあ、西村ってのは当時確か僕の記憶だと26でしたからね、若いんだから24時間付き合えるかなと、そのことを本人に言う中やってもらったみたいな経緯がある、うん、まあ、一方宮崎駿っていう人はね、期間を決めたらその中でやりたい人なんで、そういうことで言うとごちゃごちゃ言わないでもねやる人だったんで、まあ、結局はそのプロデューサーってね、そこにいるその指揮者みたいなね、どれだけのそのプレイヤーをみんながいい音を鳴るようにするかっていう、その配慮ですからね、なかなかこれは大変だと思うんですよね。それぞれのその演奏者たちは自分で出したい音があるんで、それをまとめるっていうのは、まあ、もちろん映画監督というのもそうですけども、プロデューサーはまたね、いろんなそこにことがありますから。そういうの好きなんですか。まあ、役割としてそうなっちゃったっていうのは正確な言い方で、まあ、どっかでもマゾですよね。ねえ、どう考えてもマゾ的な快感を得てると思うんですよね。だいぶだと思いますけど ねやっぱマゾなんですかね。秋元さん、例えばAKB グループってもう前人未到の、こう誰も歴史を書いてないところに今ずっとこう そんなどこまで大したあれじゃないですけど、いや全然まあ考えてないでしょそれは。うーん、何も考えてなくただ面白そうっていうか、何ですかね、流れだと思いますよ。もともと AKB もね、ただその僕らの世代が劇団みたいな、もうずっとテレビをやってたんで、今度は劇団みたいのがいいなと、劇団みたいなものがこう少しずつ人が増えてくるっていうようなことをやりたいなと思ったんですよね。でその時に、まあ、秋葉原に劇場を作ってやろうってしたんですけど、何も考えてないから、初め劇場に22人だったかな、女の子が歌ったり踊ったりして、それで毎日土日は3公演やってたんですよ。でそのうちにみんなだんだん、まあ、若いとはいえ疲れた顔になって、これで365日回すのは無理なんじゃないのっていうことから、そのいろんなチームがねできてくるんですよ。人数が膨れ上がっていく原因な要因なんですけど、だから ほとんどがそんな先にこういう計画があってこうなっていくなんてことを考えてるわけじゃないと思いますよ。でもだからそういう僕のような行き当たりばったりなものの作り方とか考え方っていうのは、どっか後ろめたかったんですけど、今敏夫さんの話聞いたら、まあいいんだなそれでと、
なんとかなるんだな人生っていう、すごい力強くね、アドバイスいただいたような感じしますよね。常にでもヒットを皆さんから期待されるわけですよね。だからすごくその僕らの仕事と大きく違うのは、僕らはヒットを出さなきゃいけないですよね。例えばそうするとね、僕はどうしてもそのバットを短く持つんですよね。だからバットを短く持って当てていかなきゃいけないわけですよね。そうすると長打が出なくなるじゃないですか。だからでも AKB の時はそういうプレッシャーが、テレビとか映画とかそういうのと違って何もなかったんで、テレビを使わなかったんですよ、ね。はい、だからこう一番先っぽを持ってブンブン振り回したっていうことだと思うんですよね。初めの段階で、企画の段階でヒットというのはどれぐらい意識するんですか？何も考えないですね。それ幸せですね。本当に考えないですよ。やり始めて1年ぐらい経ったところで、もうすぐ公開だからちょっと考えなきゃっていう。つまりだからそれはもうその宮崎さんなり高橋さんなりのやりたいことをやらせてあげようと。そうですね。でそこでその時に、例えば今こういう時代だからそのテーマはどうなんだろうとか、こういう時代だからこうだって、そういう話し合いもないんですか？それもないですね。とにかく作ったものをこちらが理解して、それをどういう形で世の中に訴えたらお客さんが見てくれるか考えるのはそこだけですよね。そこからはね、好きなようにやらせてもらってるんだから、考えることが、そして実行に移すことがね、義務だと思ってるんですよね。でそういう時にいろんな会社からね、お金も出資してもらってるじゃないですか。そうするとその人たちの顔が浮かんでね、そうすると少し真面目になれるっていうのか、それが大きいですよね。だからそこがやっぱり潔いというか、その2人の天才が生まれてここまで来たポイントだと思うんですよね。つまり2人はもう何も考えなくていいと、はい、つまりもう本当に、自分の降りてくるものとか才能とか、それだけでいいわけじゃないですか。そこに、つまりそういう画家がいて、そこにちゃんと画商とまでは言わないけれども、何か他のことの全部やってくださる人がいるっていうのは、恵まれた環境だったんでしょうね。だから僕はすごくね、今回のこの、2作品 のかぐや姫の物語も、僕はアニメに全然詳しいわけでも何でもないんだけども、ワウワウを見て、あれだけ高橋さんがこだわった世界観とか、あの線の柔らかさとかにあれだけこだわってらしたじゃないですか。でこう見始めた時に、すごくこうパッと見た時に綺麗すぎて、こうなんかこう入りきれなかったんですよね、初めね。それがこうだん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 こう引き込まれていくっていうのをだんだん味わっていった時にね、ふと、これは全然例えとして正しいのかどうかわからないんですけど、昔ある京都の和食屋さんでね、こう一品目だったかなんか出されたものが、その随記だったかなんかのだったんですよね。でそれがもう極限まで出汁が抑えてあるんですよ。一瞬食べると薄味すぎて味が分からないと思うんだけど、それがだんだんそこに舌が敏感になってくると、後の料理がどん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 こう敏感になって、もう極限まで抑えた出汁が美味しく感じてくるんですよね。かぐや姫の物語を見てたら、最後の方はもうだからもう完璧にもう舌が敏感になって、感動しましたね。そうですか、ありがとうございます。かぐや姫の物語で面白かったのは、月から迎えに来る時のあの音楽のセンスがいいなと思いました。久石さんの仕事ですね。あの音楽を当てたっていうのはなかなか面白いなと思いましたね。あれは高橋さんの注文でしたね。だからあれをね、久石さんがね、高橋さんの注文に応じてやるわけですよ。というのはあれ、なんだ、ライゴーズって言って昔の絵に残ってて、そこに実は皆さんがいろんな楽器持ってるわけですよね。そうするとその楽器を音を出すとどうなるか、そこへ
ちょっとね、アジアの赤道付近のところの楽器をね、高さの方から注文して、うん、そしたらそれをね、まあ、久石さんが工夫して愛曲を作って、うん、初めてね聞かせる時、まあ、久石さんが悩んでましたよね。俺でね、普段ねどうですかってパッと聞かせて、あの反応を見る人がね、うん、なかなか聞かせないんですよ、うん、だけど聞いた瞬間高橋さんがこれですって言われて、久石さんがよくすごい喜んだの覚えてますけどね、うん、いやあれはやっぱりすごいなと思いました。やっぱりあのそれまでがあの非常に和的なね、まあそういうテイストじゃないですか、あの人の雅楽というかね。でもそこからやっぱり異国から来た感じ、異国以上のところから知らない世界から来た感じが、まるでそのコードが変わるようなあの音楽の世界観も面白かったなと思うんですよね。作るっていうことでは高橋さんというのは、うん、あの作品ももうさることながらね、まあその作り方も見てて本当面白いですよね、うん。あの高橋さんとぶつかったりしたことはないんですか？いやまあ何回もぶつかりましたけどね、うん、いやだけどとにかく僕は何でも受け入れるようにしてますんで、うん、まあ、やっぱマゾですよねそこへ話がいいですね。いやそうでしょう、やっぱりあの鈴木さんって秋元さんのプロデューサーとしての仕事ってずっとどういうふうにご覧になってたんですか？あの本当のこと言うと見えにくいですよね。だって AKB がどうしたとか、まあ、おにゃんこはね、はい、いろいろご自身でも言ってらっしゃるみたいだけど、それで一方で、ね、美空ひばりさんのああいう川の流れのようにとか、はい、映画をお作りになったりとかいろいろやってらっしゃるけれど、だから大きく言うといろんな肩書きがあるんだけれど、はい、やっぱりプロデュースで、プロデュースの中で自分が出ていかなきゃいけない、はい、ある役割も担われる、はい、でそういうことで言うとね、もう手が何本いってあるんだろうっていう方ですよね。で何しろ元にあるのはね、自分の才能でしょ。そこがやっぱりすごいですよね。やっぱり自分がこう作るというよりも、いろんな方に協力してもらってものを作る方が本当は好きなんですよね。だけど人間力というか、やっぱりそこをこう巻き込む力が欠如していることが自分の中で分かるんですよね。その人を引きつけるから、その例えば宮崎さんも高橋さんもやっぱ離れようとしないじゃないですか、どんなに、いろんなことを言っても。で逆にいろんなことも言えるという、この信頼関係を作るっていうのが、これはなかなか難しいことだと思うんですよね。それはね、だけど実に簡単ですよ。僕の送ってきた人生と関係あると思うんですよね、うん、でどういうことかって言ったら、やっぱり宮崎駿をそれから高畑さんを天才にして才能があるじゃないですか、うん、でそういう人って大概そうなんですけど、人間的に問題があるんですよねそう、人間的に問題がある人とそれこそマゾヒスティックに忍耐と我慢でやってきたわけでしょ、うん、そしたらやっぱり僕はね、立派な人間になりますよね育てられるってことですね、うん、鍛えられると。やっぱり本当自分でもね、なんでこんな立派なんだろうっていやだから、あの秋元さんの話を聞いてるとね、そういう状態に陥らないもん、うんうん、だって自分で才能を出さなきゃいけないんだもん。だからどっかで、ね、人間としては問題がある部分もね、うん、あるんじゃないかなとかね、うんうん、だってそれがないと才能は出せないから。いや、ありますよ、いっぱい、うん、だって才能とそれって関係あるもん、うんうん。その人間二通りいて、やっぱりそこにこんがらがった糸があったときに、それをほぐすか切るかなんですよ。俊夫さんは確実にほぐすんですよね。うん、このだからもう究極のドマゾなんだと思うんですよ。はい、僕ね、あの糸が絡んだやつをね、一本にするのが好きなんですよね。そうでしょうね。だから実はですよ。うん、もうね、このプロデューサーはトラブルを待ってるんですよ。いるじゃないですか、そういうなんか事件になると、はい、なんかどうしたっつって出てくるだからこれがスムーズに、多分宮崎さんも高橋さんも何もなくスーッと公開も間に合って何事もなくいくと、絶対に俺は何なんだと、はい、俺は生きてるのかっていうことを問いかける哲学者だと思うんですよね。やっぱ無理難題好きですね、確かに、ね、っていうのか、そういう人間になっちゃったんですよね、うん、確かに誰も解決できないと思うことに挑むから、うん、まあ、次があるっていう感じなんですかね、うんうん、だからやっぱり それがやっぱり実はその才能なんですよ。その条件反射のように、何かトラブル起きた時にこうだっていう道が見える瞬間が好きなんですよ、多分お好きなんですよ。だから多分高橋さんが初めから遅れることを前提に手を打とうと思えば打てるんだけど、それでは
燃えないんですよ。もう公開ギリギリになって今度こそこれやんないとダメだっていう時に間に合わないってことを言われたいんですよね多分。やっぱそこまで追い詰められないとなんか燃えないんだと思うんですよね。もうだからこう本当の本当にこう殴り合ったふりじゃダメなんですよ。全然燃えないです。本気で殴ってもう歯が折れるぐらいな感じの時に初めてなんだよって言えるんだと思うんですね。映画がどうこれからどうなるのかとか、それこそアニメーションもこの両巨頭が集大成を、まあ、終えたというかですね、作ってしまうと、鈴木さんアニメーション業界ってこれからどうなるんですか。いや新しい時代迎えるんですよどうせね。まあ、名前がねアニメーションという名前なのかどうか分かんないけれど、誰かがどっかで始める、そういうもんだと思いますよ。だから宮崎駿と高畑の時代は終わったっていうのか、終わらせたいんですけれどね。注目してる若手とかはいるんですか。諸般の事情によって日本から出にくいと思ってるんですよ。多分アジアかなって。なるほど。これでなんかやりたい人はね日本でそういうとこ行きゃいいんじゃないかなって。でそこで何か出てくるのを、ね、みんなが楽しむ、なんかそんな時代が来るんじゃないかなって、まあ、楽天的かもしれないけど思ってるんですけれどね。いろいろアジアの方もやってらっしゃいますよね。そうですね、今インドネシアとかあります。そうですよね、なんでなんですかあれ。まあ、たまたま今やっぱりインターネットの力が大きいですよね。インターネットを見たその海外の皆さんがやりたいっていうんで、初めは本当はタイからだったんですけど、タイよりも、まあ、インドネシアが先になったんですけど、あとフィリピンとか、まあ、いろんなところがあるんですけど、でも結局、まあまあ、僕らは、どうなるか、ね、その行き当たりばったりのが面白いと思ってるんですけど、でもこう今のお話を伺ってて、ね、結局将来 の, その未来のエンターテインメントがどうなるかっていうのはマーケティングをしてる限りはダメだろうなと思うんですよね。マーケティングから何も生まれないじゃないですか。それよりもやっぱりその誰かの思いか、あるいはそのね誰かの思いじゃなくてもそのひょんなことからなんだよって、このひょんなことっていうのが、まあ、そうそう、それがどれだけあるかと。だからもしかしたら今みんな宮崎さんとかね高橋さんとかを探してるし、宮崎さんになりたい高橋さんになりたいと思ってる人もいっぱいいると思うんだけど、やっぱりそこに鈴木敏夫さんとかなんかこう化学反応を起こす出会いがないとそこに生まれないと思うんですよね、はい、だからそこが今未来のエンターテインメントが もちろんねインフラとかいろんなことがこうなってこうなってって計算してるんだけど、そこに魔法の粉のようなセレンディピティみたいな何かがない限りなかなか面白いことが、ね、起きないですね。アニメーションに限って言うとねこういうことも起きてるんですよ、まあ、ご承知だと思いますけど、アメリカにねジョン・ラスター率いるピクサーっていうのがあって、そうするとね、まあ、僕そこと30年付き合ってきて、ほんでまあ行くたびにねある日ハッと気が付いたことがあって、ほんでそれは何かって言ったら、ね、どん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 アジアのスタッフが増えていったんですよね。ピクサーっていう会社に入るには実はすごい年数かかるんですよ。高校も指定された高校行かなきゃいけない、これでカールアーツっていうね大学も指定されたところで、大学院も指定されたところ、この全工程を経て初めてピクサーなんですよ。そしたら全アジアから中学を卒業して高校から来てる人たちがどんどん増えてったんです。でこの方たちがその30年の間にね、まあいろんなものを身につけたんでしょう。それぞれの国に帰った。でそのアニメーションに限って言うならタイだマレーシア、そこら辺でねその人たちがね、国へ帰って自分たちでスタジオを作って、そして後進の指導に当たる、これが始まったんですよ、っていうのかもう随分経ってるんです、だからもう気がついたらね世界のね、まあ、いわゆる短編のアニメーションのすごい作品、まあ、今なんかほとんどタイとマレーシア、そういうことになっちゃったんですよね。例えば日本でねそれこそパチンコっていうのがあって、そのパチンコのアニメーション 80% はもうすでに
全てタイで作られてる、うーんってなこと起きてるわけですよ、ね、え日本が中で、ね、誰かいないかって探してる間に向こうの方でいろんなことも起きてんじゃないかなっていう、なるほど、そうですね、やっぱりそのテニスの錦織君とかがね、そう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 、やっぱり海外でそのテニスを学ぶっていうことが、うん、今までのところから離れてるのかもしれないですよね、うん、なんかちょっと日本という枠からなんか違うものを見た方が、うん、でもなんか僕はなんか期待してるのはやっぱりね、はい、やっぱり人間力じゃないかと思うんですよ、やっぱりそのもっとねだんだんへんてこな人がこう いなくなってきてんじゃないかっていうことの方がちょっとこう物足りないっていうか、例えば僕らはテレビの仕事をしてて昔やっぱりテレビ屋っていう人たちのも変な人たちがいっぱいいたんですよ、すごくわかります、どうしても技術とかそういうところから行くとだんだんこう平均化していっちゃうじゃないですか、やっぱりなんかこの突出した人っていうのはやっぱりその変人でね、あのみんなが見てるものと違うところを見てるとか、なんかそこが面白くないですか、自分はそうなんだというこのなんですかね、あの決めつけることっていうのが信仰ですよね、うん、だからやっぱり、ね、それがもうみんな周りはどうなんだろうとか、うん、あのみんながこう言ってるからとかっていうそのことをやってる間は日本から出ないような気がするんですよね、あだからでもだからすごくこう謎が解けるのはそのスタジオジブリはどうしてここまで来られたかというとやっぱり変人だからですよ、だからこうみんながまとまってそのある種の何ですかね、アニメを作るそのマニュアルみたいなね、あるいは考え方みたいなのが一致していけば一致していくほどあのつまらなくなるんじゃないかと、だからもしかしたらそういう技術力とかねはもうアジアのにだん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 もうかなわなくなってくるんじゃないかと、だけど日本にはこんな人間力があるぞっていうのが最終的に勝つような気がするんですけどね、僕今日一つだけどうしても秋元さんに伺いたかったんですけど、鈴木さんは長らく割と同じ方と付き合うじゃないですか、秋元さんの周りのこうお仕事される相手ってどちらかというとこう変わってきますよね、この人いいなとこの人いけるなってどういうふうに感じるんですか、あ僕がプロデュースする人ですか、はい、いやそれはもう全然僕何も考えてないですよ、直感ですか、ね、直感も何もあのそんなねなんかあのいろんなことを考えながら、つまり次はこういう時代だからこういう時代だからなんてこと何も考えてないんでしょ、だから例えばインタビューとかでこういろいろ話伺うってどうしても結果論になるんですよね、はい、だからもしかしたらそういうことを考えてたのかもなっていうことあるかもしれないですけど、初めからこれがヒットするとかこの人が面白いとかっていうのは何もないですね、むしろあのただ面白いなっていう人に惹かれますよね、じゃあ今後のエンターテインメントには変人が必要ということで、まあ、だから変人っていうか、はい、まあだからあれですよ、要はみんなと同じことやってたらつまらないんで、はい、多分僕らが想像しないところから出てくるでしょうっていうことだと思うんですよ、だからね、例えばもう専門家のあのから見るとピクサーはやっぱりすごいしジョン・レスターもすごいしアジアはすごいんだろうけど、きっと思いもよらないあの街の紙芝居からなんかすごいコンテンツが出てくるとか、はい、そういうようなことを僕なんかは期待してしまうということですかね。